メラー、メラミン、メラゾーマ、ディーン、ライディン、ギガデイン、バギー、バギマ、バギクロス、イオ、ヨナズン、ギラー、ベギラマ、ザキー、ゼラキ、メガンテ、マダンテ、ラリホ、ホイメ、バイギルド、ピオリム、マホカンタ、おいわいやあ、せつけいすきだよ。7月31日に、スマッシュブラザーズスペシャルで、ドラゴンクエストの主人公がファイターとして解禁されました。なので、例によって、初プレイを勝ち上がり乱闘でやっていけると思います。仕事が終わって、10時前に家に帰ってきて、いろいろあって今収録しているのが0時過ぎてます。そんな感じの社畜の現実っていうのを背負いながらやっていきたいと思います。何のカミングアウトだろうな。ヒーロー、勇者。皆様ご存知の通り、歴代の主人公を選ぶことができますね。プレイヤーカラーで変更できて、こんな感じか。で、でも俺ドラクエやったことないけどさ、これがどれがどの主人公だかわからんけどな。唯一これがさ、ドラクエ8の主人公ってことは知っとんよな。24年間生きてきてドラクエ1回もやったことないからね。カービィ、勇者たちの記憶。カービィ勇者か、そういや。ワイド動きが早い気がする。ダッシュ早いんじゃん、これ。なんか、俊敏やな、なんか。そんな感じのイメージがありますが。通常攻撃が剣やけんね。スマブラってさ、ぶっちゃけ、剣、うわおいきなりやばい状態、動きが早い。B 上でこうさ、復帰技があるんよな。えらいジャンプ力。貯めれるんやけど、えらいジャンプ力が出ます。結構ジャンプ力高ない？復帰力高い剣士ってな、あんまなかったような気がするよ、これまで。ファイアーエンブレムの曲だって、ジャンプ力ってあんまないイメージがあるからね。で、剣持ってるキャラクターってね、なんかスマブラって、全的に強キャラなイメージがあるよな、俺の勝手なイメージかな。めっちゃ飛び回ってる。ニワトリめっちゃ飛び回って、いいって。よう見たらこれ HP 制になってるな。そうか、ドラクエの世界観に合わせて HP 制になったのかな、この勝ち上がりランと。MP という概念があって、左下の HP ゲージのところに MP がある。必殺技を使ったら大体こう、これだ。MP が減る。これを覚えとかなあかんのね。で、その MP を回復するには、通常攻撃とかで敵を攻撃しつつ、していかなあかんと。そんな感じやな。いきなり最後の一撃。あ、外した。何より動きが速いんが意外って感じがする。じゃあ必殺はちょっと使って、お相手勇者、ちょっと待て、ルフレとなんか浮気してるやん、お前。本気のファイナルドラゴンクエストでなんか結婚する相手とかおりそうな感じの見た目、ともイケメンやもん、お前。何ルフレ、女ルフレで浮気してんだお前は。浮気ぼらすぞお前。B 通常必殺技で火が出るんよな。なんて技これ、メラとか言うんだったっけ。で最後まで溜めてたらこの溜めを保持できるタイプで、メラゾーマって出せるんよな。メラゾーマでやったんかこれ。よう知らんのよね。ああ、これなんか飛び道具守れるよね、この盾で。そうそう、桜井さんが言おったわ、公式の動画で桜井さんが言おったわ。飛び道具食らわんのやな、もう一回撃って、ルフレちゃん。じゃあ、守れるんよね、これ。あ、もう常時守れるんだよ、これ。なんかこれ強ない？あ、ちょっと食らってる。ちょっと食らってる。どういう条件で食らうようになるかわからんけど。B 横でこれ、サンダー。これもためとかできるけど、手頃にこう出すこともできるし、手頃にちょっと短いんだ、出したりもできるし、こう、きっちりためて、あ、MP がだらん。なるときもあるわな。これ気をつけなあかんな。全体的必殺を打つときは MP 気をつけなあかんな。掴んで投げる。
起き上がったところ切りかかる。でもう一つもういいや、こいつ倒した。あう。でこの勇者のなんか最大の特徴はね、何といっても B 下ですよね。コマンド入力、4つコマンドができて、その中のやつを1つ選んでわざと出せます。火炎切り、ランダム要素が強いな。マイハード切り、まあいろいろあるんやな。コマンドが多いけどさ、俺どれがどれでどの名前がさどんな技なんか全然わからんのよな。ドラクエ知らないんだもん。ドラクエ知らないんだもん。これやして、イオナズンは強そう。イオナズン強そう。桜井さんの動画見たらげんさ、ある程度分かっとるような分かってないようなところがあるからな。火炎切り強いだろ。もう感覚やな、名前のいい相手。これは確か B 下で、この状態では B 下でガードとかで、ガードボタンとかでキャンセルできるよね。ちょっと危ないなって思ったらキャンセル。死神のカマダック、ま、魔人切り、ワイヤー強い。飛んでいった、飛んでった勇者。こんな感じ。あ、リオレウスを手にするの。いや、ドラゴンやけどさ。あ、マジか。まさかモンハンとコラボするときが。なんかリオレウスの対戦の BGM がこれだったら、なんかシュールやな、おい。なんかシュールやな。お前そんな感じじゃないだろうって。そんな BGM に合うようなあれじゃないだろう、モンスターハンターって話やな。魔法を出します。モンスターからさ、リオレウスからしたらさ、え、なんであの人を引き飛ばせるのって感じやな。本家モンスターハンターのハンターはに魔法を使えるキャラクターはいませんからね。うわ、めっちゃダメージ当たってる。驚いていることでしょう。こんな人いるんだみたいな感じに。新体験だろうな。火を飛ばせるのがお前だけの特権だと思うな。くれボケガス。えい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 、エマジンギル、えいえい、魔法カンタって何、魔法カンタ何かできた。あおおお、そうだった、飛び道具を弾くやつだったわ。ごめんな。モンスターハンターの世界ではこんなもんないだろうからね、驚いただろう。出た勇者。わ、こう見たら確かにポケモントレーナーに見えてこなくもない。マッチしとんな、意外と。ポケモン界の勇者やもんな、ピカチュウ。なんやねんそれ。なんやねんポケモン界の勇者って。飛べお前、サンダー、電撃を、電撃ポケモンを電撃で潰すもんね。えい、電撃ポケモンに電撃を浴びせるもんね。よいしょー。そんでーメラゾーマ、メラゾーマやな。もう一回確認するけど、これメラゾーマで合ってますよね。科学的メラゾーマ、いけ、科学的メラゾーマじゃん、お前。ほら。そして着地を、これさ、スマッシュ攻撃がさ、8分の1の確率で開始になるよね。開始みたいな。開始みたいな。見せてほしいかな。開始なんかわからんけど、すごい吹き飛んだ。開始かわからんけど、すごい吹き飛んだわーい。8分の1の確率ってさ、本家のドラゴンクエストでも8分の1の確率で会心起きるんかな。原作再現かな。まだ勇者だよ。勇者の記憶。なんか、ドラゴンクエストブラザーズみたいな感じだ。ドラゴンクエストブラザーズみたいな感じだったな、この勇者率。メラゾーマ、俺のメラゾーマの方が早いもんね。今のメラゾーマかな。ためが足らんでメラゾーマじゃなかったかもしれないけど、わからん。見ただけでわからんからな、俺。ドラクエ知らないんだもん。くらい、サンダー、おっと。サンダーはどっちかって言ったら飛ばすというよりは横に振るって感じかな。はい。掴んで、投げて。はい、これ、起き上がってきたところに、ちょうどこれ振る、電撃を振る感じ。死神アタックス。
死神アタック。それは食らってはいかん。よっ、あっ、ちょこちょこジャンプしやがってお前。あっ、 MP がない。フランクリーバッジただでさえ飛び道具最初から弾けるのにその上ではフランクリーバッジというね。えい、あっ、暗い。メロゾーマ、メロゾーマかこれ。タイミングが足らんかった気がする。あと B 下もうちょい使おう。 B 下が目玉なキャラクターのところがあるから B 下をもうちょい使おうぜ。来た、ボーナスゲーム。パルプンテ、あ、見えんようになった。あ、パルプンテ見えんようになるんじゃ。これポケモンで言う指を振るだろ。あ、見えなくなることもあるんじゃ。わ、パルプンテ面白いわこれ。なんならさ、ゲーム実況者さんの中でパルプーンだけで戦ってみたみたいな動画出しそうな人おるもん。人はパルプーンだけで対戦に勝てるのか。無理だわ、さすがに無理じゃんお前。そんなイオナズン、無駄なイオナズンが入りました。大変お失礼しました。これ最後誰が出てくるんかな。勇者ボスは一回戦ったもんな、リオレウスと。勇者といえば、まあ、任天堂界の勇者といえば、リンクやもんな。だいたい、勇者紹介の PV やって、リンクの援護にかか、出てきたみたいな感じがあるけん。リンクちゃうんかい！ルフお前か！あ、でも魔法を使う勇者っていう点ではさ、共通点あるな。そうか。お前ドラクエにゲスト参戦してもいいぞって感じやな。とスクエアエニックスさんにじゃあお呼ばれするかもしれんよ。いぞゲストキャラクターとお呼ばれするかもしれんよ。あれパーセンテージやこれ。魔法のギガサンダーって名前じゃないんじゃ。こっちはこっちはギガサンダーって名前じゃないんじゃ。よっしゃ、振ったー、ナイスタイミングです。なんこれ、え、まだなんかあるん。なんか、なんでお前できた、なんでお前できた、なんでお前できたんや。お前関係ないだろ、お前ドラゴンっていうほどドラゴンでもないしお前。ドラゴンつながりとしか関係ないけど、お前ドラゴンっていうほどドラゴンじゃないからな。お前見た目がドラゴンっぽいけどさ、お前ポケモン界のドラゴンか。お前ポケモン界のドラゴンってもっとドラゴンのやつおるだろ。お前でかいな。お前くらえ、ザッくらえ、ザッくらえ、ザッ。あよね、こんなと、あ、終わった。なんとも知らまらない終わり方だ。まさかお前が出てくるとは思わんかったもん。こんな終わり方。グレート闇か。ああ、基本的にさ、 B 下ってさ、ランダム要素が強すぎてさ、実践的ではないような感じがするな。目玉やけど、そういう意味じゃさ、B 下だけで戦う動画なんか面白そうな気がする。何が言いたいかというとね、ドラクエの勇者を語る上でさ、俺ドラゴンクエストの知識全くなかったっていうね。燃焼系、燃焼系、アーミロ式。燃焼系、燃焼系、アーミロ式。こんな運動しなくても、これ一本。燃焼系、燃焼系、アーミロ式。